皆さんこんにちは、はるです。私は今シンガポールに来ております。緑豊か。シンガポールって近未来的な国ですけど、こうやって自然がたくさんあるのもかっこいいですよね。今回もホテル動画なんですが、本日から泊まるのはなんとインターコンチネンタルです。でっかいインターコンチネンタル、ずっと泊まってみたかったんでめちゃくちゃ嬉しいです。実はシンガポールインターコンチネンタル2箇所ありまして、1つがベイサンズの方、そして私が泊まるのがロバートソンキーです。こちらのホテル、立地的にはシンガポール川沿いのロバートソンキー地区のど真ん中にあるような立地で、マリーナベイの中心部まで車で10分、歩くと30分の距離にあります。このホテルを選んだ理由、なんとシンガポールのインターコンチネンタルなのに1泊3万円台で泊まれるんですよ。もう一つの方だと4万円を超えるので、だいたい差額が1万円ぐらいこっちの方が安く泊まれるんですよね。なのでシンガポールのホテルに悩まれている方や、インターコンチネンタル泊まりたいと思っている方は、ぜひ参考になれたら嬉しいです。ではでは早速行ってみましょう。皆さんもぜひ一緒に行った気分で楽しんでいってください。それではレッツゴー。では今回もスタートしました。まずはロビーではなくってエレベーターに乗るんですよね。ロビーが4階だったかな。では4階にやってきました。チェックインしてきます。チェックイン完了しました。839のお部屋です。すごくね、珍しい作りなんですけど、このロビーからプールに行けるそうなんですよね。ちょっと先に行ってみましょう。ここでカードをタップ。あ、なるほど。へえ、もうここからいきなりプールになるんですね。長い。こっちには何があるんだろう。ただの広場。あ、あれだ、タバコ吸うやつがありますね。喫煙所かな。ここレストランっぽいですね。でも見晴らしがすごくいい。シンガポールを見渡せますね。こちらがチェックインカウンター横のロビースペースですね。わあ、落ち着いた雰囲気でかっこいい。これは洗練されてますね。さっき見えた場所、ここですね。クラブインターコンチネンタル。お部屋があるのは5階から10階ですね。うわー、すっごい綺麗な廊下。なんだろう、もう美しすぎてダイヤモンドのカットじーっと眺めてるような気分になります。ではありました。どんなお部屋なんでしょうか。では行ってみましょう。では本日のお部屋ご紹介していきます。せーの、じゃじゃーん、すごく眺めがいい。お、待って、皆さん見てください。これマリーナベイサンズの左側のプールが見える。こう見るとなんだか歩けていけそうな気がしちゃいますよね。で、このホテルの周りにはぐるーっと川が流れているみたいです。お部屋もスタイリッシュでかっこいいですよね。落ち着きがあって好き。で、ここにはコーヒーのコンがある。いやー、コーヒー飲みたくなりますね。後でいただこう。で、ここにはソファーがあって、ベッドがありまして、こちらにコーヒー、テレビ、机とソファーがあるんですけど、なんでこっちなんだろう。こっちに向く。お、動いた。おー、なるほどね。これはいいな。楽しいわ。これ絶対クルクルしちゃうわ。コーヒーはネスプレッソのカプセルが6個もある。嬉しい。紅茶もイングリッシュ、煎茶、ミント、シルクパールズ。8袋もあります。結構分厚めのこれもある。これが、あ、冷蔵庫だ。おー、でもちょっと有料チックですよね。有料でした。残念。ジュース1000円ぐらいする。この下は、あ、マグやコップがありますね。え、急須もある。これはなんだ？水筒。あ、15ドルって書いてる。ダメじゃん。ベッドの横は水回りになっております。
作りがすごいですね。ドアという概念がない。一応ここであのドア作ることもできるみたい。こちらもこんな感じですね。まあ、もう誰もいないんで開けとこう。洗面台も2つあるんですね。いやいいな。ハンドウォッシュとボディーローションも2つずつあるんだ。わあ、体重計もありますね。測れってことですかね。あれ、まさかアメニティポーチ。飛行機のビジネスクラスとかファーストクラスとかにありそうなしっかりしたポーチ。お、まずはマウスウォッシュ、シェービングキット、歯ブラシ、歯ブラシ、フォーム、爪やすりセット、コットンシャワーキャップ袋、綿棒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 。あ、衣装だ。ですけど見えます、これ。ポケットが6個ついてて、ここにも大きいポケットがついてるんですよ。これあのメイク道具入れとかにもすごくいいし、普通にめっちゃ使い勝手がいいと思う、これ。しかもインターコンチネンタルのマークってすごくシンプルだから全然使いやすいですよね。嬉しい。ちょっとこれはずっと使おうと思います。浴槽もついてますね。嬉しい。ライトもいい感じです。ボディウォッシュとボディブラシ、バスソルト。おお、きめ細やかなソルトだ。いや、今日もゆっくりお風呂に。お、2袋あった。嬉しい。ちょっとね、濃いめな塩分濃度で今日は体を癒そうと思います。こちらがお手洗いです。ウォシュレットは手動ですね。こちらがシャワールームです。ちょっと不思議な作りですよね。足元が木目調なんですよ。濡らしていいのかな。そしてシャワーのレバーこっちにあるんですね。ちょっとやってみましょうか。うわ、上から出てきた。幅広でいい感じ。シャワーの水圧もいい感じですね。20丸。いや、クローゼットはこんな感じです。ラウンドリー袋、お、靴磨きとソーイングセットもありますね。これはありがたい。おお、スリッパもかっこいいな。インターコンチネンタルのロゴもついております。バスローブもかっこいいですよね。もう中もすごいモコモコのふわふわの厚い感じじゃなくって、いい感じの柔らかめのタオル生地です。いいな、バスローブがこういう感じだとね、ホテルステイも楽しくなりますよね。さっき気づいたんですけど、これが飲み水なんですよね。でこれがある分、プラスチックに入ったお水のボトルがないっていうような感じだそうです。すごいエコでいいですね。お水がなくなったらこう電話して持ってきてもらったりとか、自分で次に行くのってちょっと面倒くさかったりしますけど、これだといいですよね。せっかくなんで紅茶を入れようと思います。よいしょ。なんとウェルカムスイーツがやってきました。ちょうどいい量。なんだろうこれ、蜂蜜入りのピュッてするやつが刺さってますね。で急須が出てきました。これは紅茶かな。ティーカンパニー、おしゃれ。これお土産に持って帰れそうですね。でここにはウェルカム春って書かれてます。ありがとうございます。もうさっき紅茶は入れちゃったんで、これから飲もうと思います。どんな感じかな。おー、おしゃれな紅茶が4種類入ってました。これだけ可愛い箱に入っとったら、ちょっともうお土産にしちゃおう。こういうのね、お家帰って飲むとね、またこの旅を思い出せるんでいいですよね。美味しい。選ばれたのは煎茶でした。なんか一番飲みたかった。ではこの蜂蜜をかけて食べます。こうサラサラだな、メープルシロップかな。すごくもちもちしてる。いただきます。うん、塩味が効いたココナッツのお餅でした。ちょっとタイっぽいな。でこのレインボーケーキ、うん、
しっとりした密度の濃いカステラ。長崎のカステラもね、いつかこんなにカラフルになる時がやってくるのかな。では最後、水分量が多めの重めのパウンドケーキ。甘さはほぼないんですけど、ココナッツの皮がたくさん入ってて、それがほんわり甘くってシャリシャリして美味しかったです。では残り半分はまた夜いただこうと思います。今回のお部屋こんな感じでした。インターコンチネンタルいい感じですね。今回はラウンジ利用があるので、朝の6時半から夜の10時半までは利用ができるんですね。朝ごはんが朝6時半から10時半、アフタヌーンティーが午後2時から4時、イブニングカナッペが午後6時から8時まで利用ができるそうです。なのでラウンジを使えば朝ごはん、アフタヌーンティー、晩ごはんも楽しめちゃうっていう、いいですよね。ですが今日の晩だけでもちょっとせっかくなんで、ホテルの1階にあるレストランに行って食べてみようと思います。ラウンジ利用の特典としましては、1日に2つ、例えばズボンとジャケットみたいな感じでこうプレス、アイロン掛けをしてもらえたりとか、ラウンドリーが 25% オフで使えたりとか、ビジネスマンの方はボールルームが使えるよとか、国内の電話が無料でできるとかもいいですね。ドレスコードはスマートカジュアルなので、こう水着とかバスローブ、スリッパとかで行くのだけやめてくださいねって感じらしいです。これならもう完璧ですよね。今日の予定は午後7時、日本時間の午後8時から YouTube のプレミア配信があるので、それをやりつつ晩ご飯を食べに行こうかなと思います。ではプレミア配信もスタートしました。これはタイのアイコンサイアムにいた時の動画ですね。では晩ご飯行ってきます。では1階のパブリコへやってきました。店内の雰囲気すごくいいですよね。ドリンクはちょっといつもと変えてみて、アペロールとソーダとオレンジスライスが入ったカクテルにしました。オレンジですごく綺麗。ではインターコンチネンタルの夜に乾杯。おいしい、オレンジ。では最初にアペタイザーがやってきました。もう今回はスタッフさんのおすすめで行ってみました。こちらがスモークブラッタとパルマハムのフォカシア。まあ美味しそうです。でこちらがタルタレディガンベロロッソ。マリネした赤エビとアボカドのムースとホイップしたブラータペーストとカブのピクルス。おー美味しそう。ではいただきます。生ハムがやばい。このクリームもさっぱりしててすごく美味しい。なんだこれ、やばいぞ、食欲をそそられるわ。おお、エビがゴロゴロ入ってる。さっぱり、アボカドのソースが美味しい。次はパスタです。シーフードカラマラータ。真ん中にロブスターが乗ってる。すごいな。おいしい。ニンニクが効いてる。エビ大きいな。プリプリ。エビとは違う美味しさだ。パスタがもちもちで美味しい。ピザがやってきました。グアンシエールピザで、かぼちゃのクリームを使っているのがここのシグネチャーピザだそうです。あとヤギのチーズとかかぼちゃの種とかいろいろ入っております。あちちちちちち。ではおいしい。このピザ
かぼちゃが結構味が濃いんですよ。そして甘い。その甘さとベーコンのしょっぱさがいい感じに相まって、ピザがめちゃくちゃ進む。美味しい。やば、最高これ。最後にデザートがやってきました。オリーブオイルケーキ、ホイップしたマスカルポーネクリームとラズベリーとソルティッドキャラメルソースがかかっています。スタッフさん曰く0キロカロリーらしい。絶対嘘やん。お、結構ずっしりだ。あー、中がケーキになってる。これは絶対0キロカロリーじゃないな。うん、おお、おいしいわ。たまにカリカリした甘いものが入ってる。これなんだろう。あ、おいしい。スポンジケーキも洋酒っぽい香りがするし、このマスカルポーネのクリームが濃厚でおいしい。うん、これで0キロカロリーやったらバケツ1杯分ぐらい食べれそう。ではごちそうさまでした。いっぱい食べた今日も。びっくりした、こんな食べると思わなかった。でもさすがにピザだけは全部食べれなかったから、お部屋に持って帰ろうと思います。今日も夜中はもう編集ずくめなんで、これを食べながら頑張ろうと思います。ではお部屋に帰ります。いや、ここ本当雰囲気もいいし、スタッフさんも面白いし、超美味しかった。では今日食べたカロリーを今からここで汗かいて消費しようと思います。あー、これめっちゃいい香りする。あー、おしゃれなお風呂上がりの香り。では皆さん、おやすみなさい。おはようございます。やばい、寝坊した。あ、あと4分であそこが終わっちゃう。ちょっと待って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 、頭がついていない。あ、ちょっと待って、うん、急げ急げ急げ。ちょっと品揃えだけでも見せてくれんかな。ではやってきました。できるかな、ごめんなさい。では品揃えを見ていきましょう。パンとか甘い系、あ、ちっちゃいトースターもありますね。バターと、こちらにはヨーグルト、フルーツ、おサラダがあります。お、ソースもおしゃれ。お、ミルクもおしゃれ。お、ここにもチーズなどがありますね。ハム。わ、肉まんがかわいいな。何これ、豚の皮。ここにはね、シーフードロールって書いてある。おかゆ、スープ。なるほど、この中に入れて食べるのね。フォーだ。コーヒーとソフトドリンク、フルーツジュース。ラウンジではこのお飲み物が頼めるので、カプチーノは注文しました。こういうご飯系、アボカドトーストとかオムレツとか、そういうのも頼めるんですけど、ちょっとね、めちゃくちゃ申し訳ないで今回は頼みませんでした。では本日の朝ごはんです。相当歩むって書いてたので、鶏のヌードルですね。オレンジジュースとヨーグルト。いや、いただきます。本当にスタッフさんが食べていいよって言ってくれた、本当に優しい。わあ、めっちゃオレンジだ。じゃあ、そっとあやむいただきます。うわ、バリ島ぶりだ。うん、もうバリ島の相当あやむと違ってエスニック風味だ。ちょっとね、カレーのスパイス感がある。カプチーノが来た、嬉しい。なんで今日寝坊したか思い出してきた。昨日時間見てなかったんですけど、夜中まで編集をしてて、あとエンディングを作ったら終わりだけど、もう目があかんからちょっと寝ようと思ってベッドで横になってたんですよ。で、気づいたら朝の10時25分になった。何時間寝てたんだろう。本当にもうね、危機感もなんもないわ。うん、でもいっぱい寝れたから今日いっぱい観光できそう。オレンジジュースも取ってきた。あー、美味しい。こういった高級ホテルのオレンジジュースってね、なんか美味しいんですよね。うん、超濃くて滑らか。ミキサーがめっちゃいいやつなんだと思う。
とこの水分を取ったら、あの、そうそうとお部屋に帰ろうと思います。でも嬉しいことに食べ終わってゆっくりしてる人がね、 1,2,3,4,5 人いらっしゃるんですよね。10時半までに食べたいものを全部取っちゃって私たちは片付けますみたいな感じなのかな。スタッフさん、ご飯を食べさせてくれてありがとうございました。ではごちそうさまです。やばい、いろいろとやばい。あのカメラも全然充電できないし、携帯も死にそうだし全然ダメだ。とりあえずあのエンディングを作って用意をして観光に出かけようと思います。あった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 、よし、じゃあ書き出してちょっと用意してきます。では今から革細工のワークショップが行われているそうなので、それを受けに行ってみようと思います。ということで自転車をレンタルしました。なんとね、ここは無料で自転車のレンタルができて、鍵とかお水とかももらえるそうですね。あら、ワンちゃんおはよう。おいしょ、おー、結構高いわ。あ、でも、うん、大丈夫そうです。シンガポールってマーライオンとかラフルズホテルのカクテルのグラスとかいろいろお土産があると思うんですけど、シンガポールって革細工が有名なんですよ。でその革細工、まあ、自分で買うのもありっちゃありなんですけど、せっかくなんで今日は作りに行こうと思います。では行ってきます。おー、久しぶりの自転車だ。いやー、シンガポールに来て自転車に乗れると思わなかったから嬉しい。前ね、ハワイの朝活動画を撮った時もあの乗ったんですけど、すごい気持ちよかったんですよね。しかも今から行く革細工屋さんはホテルから3分なんですよね、自転車で。歩くと7分ぐらいだったかな。すごく立地も最強です。すごい大きいワンちゃんがいる。あれは何犬だろう。では到着しました。ここはショップとかカフェとかがいっぱい集まってる場所みたいですね。ありました、こちらのお店です、クラフューン。では行ってみましょう。わあ、素敵。こんな感じでコインケースとか首輪、あとちっちゃいケースとか、だいたい5000円ぐらいから作ることができますね。シンプルだけど色とかもすごく綺麗。結構しっかりめなバッグでも1万円台で作れます。このタグは45ドルで作ることができるそうです。この中からカラーを選ぶんですけど、やっぱ革素晴らしいですね。色がめちゃくちゃ綺麗。え、どれにしよう、全部好き。私はね、あのチェジュ島のオレンジのグッズ見た時にめっちゃ可愛いなってずっと思ってたんで、メインがオレンジで紐をグリーンにしてみかんみたいにしようと思います。でバッグが私の好きなブルー。革細工初めて作る。こんな感じで糊を塗っていきます。ではこれをくっつけます。え、なんか緊張するな。あの携帯の画面にシール貼るとき以上に緊張するよし、待て、いい感じにできました。なんとここから糸の色を選べるらしいです。あー、でもやっぱこの辺りが好きだな。どっちがいいかな。黄緑がパキッとしそうですよね。黄緑にしました。では 1,2,3 まずこの1周分の長さかける5測るらしい。 2,3,4,5 OK、 この長さだ。あやとと書いちゃった。はるかはるでいりで悩むな。うん、どうしようか。まあ春だな。こんな感じで名前入れられるので春にしようと思います。春、イエス。ではもう名前入れてもらいます。これはね、あのプロのスタッフさんがやってくれるそうです。安心。こういう器具を使うんですね。かっこいい。すっごい細かく調整してくれてる。お、金箔を敷いてぎゅー。おー、すごい、めっちゃ綺麗。わーめっちゃ綺麗。おー、You're so professional. Thank you. ではこの針に糸を通します。糸がね、なんかコーティングされてるんですよね。ろうそくのろうみたいな。なんですごい扱いやすい。あ、けどなんで入らないんだ。 Is it free? あー、Thank you. あ、OK, OK, OK. 紐の間に
針落とす。Feeling. Okay. Feeling 難しいな。え、ちょっと待てよ。え糸の真ん中に針を通す。コツはフィーリング。あ、あ、ダメだ。ちょっと待てよ。Yes. Okay. Almost there. まさか。糸の真ん中に針を通すのがこんなに難しかったなんて。おお、すごい。一発や。Thank you. Oh, okay, okay, okay. Then the long one. Now you can try again on the other side of the other side. Another needle. Ah, another needle. Okay. 次は成功させたい。よし。次こそはやるぞ。あ、できた。やったー、一発目できた。よしよし、さっきの何だったんだ、糸が荒かったんかな。ボン、ピュー、おー、タイトル、レクティ、yes, correct. Okay. ではこの断面の部分をなだらかにしていきます。いや、こういう工作って楽しいですよね。しかも皮なんで何年も使えるじゃないですか。どんどん味が出てくるんだろうな。では金具を通していきます。くる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 、おー。では次に皮に刻印を打てるそうなんですよ。もう何個選んでもいいらしい。え、どうしよう。スイカとかも可愛いですよね。ここにあのドリアンとかもあります。え、何しよっかな。なんとドーナツがあったんで、これをねここら辺に入れていこうかなと思います。まず皮を濡らして柔らかくします。ここら辺にしようかな。こうかな。よし、ではこれをプレス機の下に置いて、でこれを押します。強すぎた。ギュッギュッ、力の入れ方が難しい。ギュッ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 。よし、こんだけ押したら大丈夫だろう。さあ、うまく入ったかな。おお、ちょっと秘宝です。皆さん、私ね、この裏にめっちゃ押せるだけ押そうと思って、スタンプポン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 っていっぱい入れちゃったんですよ。多分通常の方やらないと思うんですけど、やりすぎちゃったのか、なんかねこっちの方にもあとつきすぎちゃって、ちょっと不思議な模様になっちゃいました。まあ、綺麗な皮目ではないんですけども、ちょっとみかん感は増したんじゃないかな。でも普通に可愛いですよね。なんか私らしさが出てるんじゃないかしら。では無事完成いたしました。ちょっとね、どこにつけようかワクワクです。ここの商業施設はおしゃれでハイクオリティなものがたくさん集まってますね。韓国で行ったソースみたいな、若者がすごい興味を示すブランド店がギュッと集まってるような、そんな感じがします。ちょうど作ってる時に雨が降ってたみたいですね。上がってよかった。では今からちょっと周り散策してからホテルに帰ろうと思います。ちょこちょこ歩いてたら、本三市かな、寺院がありました。1836年に作られたそう。ちょっと行ってみましょうか。今ちょっと改装中っぽいですね。豪華ですね。中国南部の伝統様式を受け継ぐ可憐な中国式寺院と言われているそうです。お線香のいい香りが漂っています。人はあんまりいないですね。香港の寺院にもあったくるくるお線香があります。本当に静かだな。太鼓が宙に浮いてる。どうやって叩くんだろうこれ。ここからマリーナベイまで11分で着くんですけど、せっかくなんでこの公園の近くにあるシンガポール国立博物館を見てホテルに帰ろうかなと思います。超カラフルなお寺を見つけました。これすごくないですか。なかなかこの派手さはないぞ。1850年代に建てられたヒンドゥー教の寺院だそうです。皆さん見てください、マリーナベイサンズが見えました。
ました。もう本当花の先って感じですが、今回は博物館の方に行こうと思います。すごい人が多い。なんでこんなに人が多いんだろう。みんなピクニックしてるのかな。この辺りは博物館が集まってるエリアですね。ここは子どもの博物館、こっちがナショナルなんちょろ博物館、こっちも美術館博物館がたくさんある。カラオケ大会してた。これがシンガポールの文化なのかな。公園でピクニック。これかナショナルミュージアムオブシンガポール。うわ、でかすぎて全然全貌が分かんない。意外とゆっくり見て回る施設が多すぎて全然手に負えなさそうな感じでした。ではホテル帰ります。ではちょっと小腹が空いたのでアフタヌーンティーは食べに来ました。2時から4時までですね。ではアフタヌーンティーセットをいただきました。ドリンクはラテです。3層になってる。おいしい。最近編集が立て込んでたりとか、あまり眠れてなかったりとか、結構ね最近バタバタしてたんですけど、アフタヌーンティーにハマってこの楽しさを知ってしまって、今日も完全に自分を甘やかしてます。いいですよね、こう少しずつ食べ物とスイーツとドリンクもおかわり自由で、なんか好きなように過ごせるっていうのが本当に幸せでございます。でもね、甘えてばかりでもねダメですからね。ここで素敵な時間を過ごした後にまた後で頑張ろうと思います。うん、おいしい。シンガポールって国の名前の由来ってご存知ですか。このマレー語でシンガがライオン、プラが都市って意味らしくって、うんってしてシンガポール、ライオンの都市って意味だそうです。実はそのシンガポールって名前がつく前にも国名があって、ジャワ語で海の町っていう意味のテマセクって名前だったそうです。テマセクからのシンガポール。うん、あとマーライオンって世界三大がっかりの一つみたいに言われて、大きいマーライオンを思い浮かべるじゃないですか。実はシンガポールの中ってマーライオン何体いると思いますか。お、いい線いってますね。なんと6体もあるらしい。本当に6体もあるんや。あれ確かに Google マップ開いたらミニマーライオンって Google に出てくるんですよね。マーライオンの近くにあるそうなんですけど、それ以外の4体はどこにあるんや。あ、でもセントーサ島にマーライオン駅があってマーライオンがあるわ。こっちにもあるんや、知らんかった。マーライオン6体探しに行くツアーとかやっても面白いかもしれませんね。お部屋に帰ったらベッドメイキングされてて、旅丸がこんなところに寝てました。ほんとね、ホテルによって旅丸の場所が変わるのがね結構面白い。なんだか今日は天気も悪いし、なんだか体も重いし、体が重いのはただの食べ過ぎかもしれませんが、今日の予定は午後7時からプレミア配信、午後8時からメンバーさん限定のライブをしようと思ってるんですね。でそれまであと1時間半くらいあるので、ちょっとねゴロゴロしようかなと思います。せっかくこんな素敵なホテルに泊まってるんで、ホテルも楽しまないともったいないですよね。ということでちょっとねお昼寝しようと思います。では皆さんおやすみなさい。では無事にプレミア配信とメンバーさん限定のライブ配信が終了しました。先ほどね9月のトランジション一緒に作ったんですけど、こんな感じになりました。旅丸がお月様でちび丸と一緒に月見をする春デイリーちゃんの絵。いや、なかなかね自分で想像してもこんなアイデア出ないじゃないですか。こうメンバーさんみんな集まるとこれができるっていう、面白いですよね。来月はどんなのができるんでしょうか。ということで、もうお腹が空きすぎて今死にそうなんで、今から晩ご飯を食べに行こうと思います。今夜の9時50分なんですよね。ちょっ
とお店開いてるか不安だったんですけど、このロバートソンキーっていうエリアがナイトスポットなんですよ。ご飯行ったりこうお酒飲み歩いたりとかするエリアなので、この時間帯でも全然開いてるんですよね。お店もありすぎてちょっと決められなかったんで、今から歩きながらちょっと晩ご飯食べる場所を決めようと思います。ホテルから10秒くらい歩くと川辺に出てくるんですけども、ここずっとレストラン続いてますね。いい感じ。日本食、イタリアン、スペイン、何でもありますね。ここはロバートソンウォーク。すごい。わー、街並みが綺麗。え、何これ、下がお店で上がホテルじゃないよな、マンション。え、めっちゃおしゃれじゃん、ここ。どこで食べるか悩んじゃいますね。どうしよう。今夜の晩御飯はこちらの乾杯で食べようと思います。なんと朝の2時まで空いてるそうです。で、メニューはこちらの QR コード読み取って頼むんですけども、意外とお手頃価格なんですよね。Oh, thank you. 私のビールがやってきた。このアサヒのラインでも6ドルなんで660円なんですよね。もっとなんか1500円とかするんかなと思った。で、私が頼んだビールはこの乾杯グループが作ったゆずビール、8ドルです。ということで先ほどですねやってきました。うわ、すごくキンキンだ。では乾杯。うん、美味しい。すごい、めっちゃ柚子だ。味もすっきりしててちょっと甘いまろやかな感じ。女性でもすごく飲みやすい。フルーティーだ。え、やば、これめっちゃ美味しい。実はこのハーフサイズで8ドルでフルサイズが10ドルだったんですよね。なのでこんなん来ても飲まんやろうなと思ったけど、あと2ドル払って倍ぐらいになるんやったら頼んでもよかったかもしれん。これ美味しい。うん、乾杯って名前がついてるからか日本料理もねあるんですよね。この桜お好み焼き22ドルとか、私はこのオリジナル混ぜそば14ドル80セントを注文しました。1600円ぐらい。あとは普通にステーキもあるし、まあ、パスタ、ピザとか韓国の唐揚げとかタイ料理などもありました。 We're being interviewed right now, is it? Is it live? No, no, it's not live. So I cut this video like shorter. Yeah. So are you living here? Yes, I've lived here for 10 years. 10 years? Oh my god. It's my buddy. Oh, hey, nice to meet you too. We're having a little interview if you don't mind. Oh, sorry. Hello. Is this live or what? No, it's not live. No, it's not live. Not live. Are you living here? Yes, live here. How long? I've been here for 10 years. Oh, same as you. Yeah, same. Are you guys live together or? No, we're friends for about 8 years or 9 years now. Yeah. Wow. Yeah. But why are you guys living here? Why? For the tax or? Yeah, money, yeah. money, okay. You've been to Singapore before or first time? Yeah, second time. Yeah, it's just a nice place to live. The weather's good, the food is good. Yeah, it is. Drinks are good. Do you think it's too humid? Yes, it's way too humid. Yeah. Because I'm always sweating. Yeah, sweating every time. では、混ぜそばがやってきました。美味しそう。まさかシンガポールで混ぜそばを食べる日が来るとは。あ、めっちゃ美味しそう。ではいただきます。混ぜ混ぜそばそば。うん、あ、こう、うん、おいしい。このおそばが手作りって書かれてたんですよ。なんで麺がすっごいもちもちでびっくりした。でラー油が効いててピリ辛で、ネギとか香辛料もピリッと効いてるし、海苔の香りも美味しい。うん、普通に日本で食べる混ぜそばと変わんないぐらい美味しい。シンガポールすごいわ。この座高の高さが海外感じますよね。日本でこの距離で混ぜそば食べることなかなかないと思う。器から口が近い。
うん、実は今日すっごい朝寝坊したじゃないですか。それでなんだか元気が出なくって、なんか体が重くって、ちょっとね寝ちゃってたんですよね、お昼過ぎて。でもすごい心の葛藤じゃないですか。やっぱり海外旅行してる最中に体調悪くてもやっぱ行きたいとこには行きたいし、でも体が動かなくて休みたいっていう気持ちもあるし、難しいですよねこういう時って。私普段こうやって体調を崩さないようにものすごいたくさんの健康サプリ、栄養サプリを飲んでるんですよ。やっぱりこういうのは飲むようにしてるんですけど、どうしようもない時はもうしょうがない、美味しいものをたらふく食べていっぱい寝るしかない。でも今日メンバーさんライブして、始めた時はちょっと眠たさもあったり疲れもあったりして、うんって感じだったんですけど、やっぱり不思議と終わった頃には元気になってたんですよね。多分ライブ配信しなかったらここにご飯食べに来れなかったと思う。本当にメンバーさんいつもありがとう、元気づけてくれて。眠たいけどお風呂には浸かりたい。めっちゃいい香り、これ なんて香りなんだろう。では今からお風呂に浸かってちょっと編集とかして寝ようと思います。では皆さんおやすみなさい。おはようございます。朝になりました。今日めっちゃいい天気ですね。では今から朝ごはんに行ってこようと思います。今日の朝ごはんはブーフェ会場の方に行こうと思います。この前行ったパブリコっていうレストランですね。明日の6時半から10時半まで食べられるそうです。朝食会場がめっちゃおしゃれですね。ここで食べられるのは嬉しい。わ、この前美味しいピザとかパスタとかあったんですけど、今日おかゆがありますよすごい、全然種類が違いますね。これシンガポールっぽい麺料理などもありますね。あ、シューマイもある。おお、めっちゃ美味しそう。バリバリ売ってる。この辺りはウェスタンフードですね。わ、カリカリベーコンがいっぱい。ワッフル、パンケーキ、マシュマロとかもある。ハム、サーモン、あ、出た、シンガポールのもちもちレインボー餅。チーズもあるし、ヨーグルトはラウンジよりも4回りぐらい大きいですね。ここがエッグステーションです。シャニサイドアップ、目玉焼き、固ゆで、あ、オーバーイージー、何だったっけ、ポーチドエッグ、スクランブルエッグ、オムレツ、オーバーイージーな、何やったっけね。でこの辺りがシリアルコーナーです。もういろんな種類のジャムもある。でこちらがピタゴラスイッチトースターとパン。こちらがフルーツコーナーです。あ、盛り付け方がかわいい。あとフルーツジュースですね。ドリンクはコーヒーか紅茶聞かれたのでカプチーノを注文しました。グレープフルーツはダイエットにいいから飲んどこう。グレープフルーツはですね、香りを嗅ぐだけでも痩せるんですよ。では本日の朝ごはんこんな感じです。麺とフルーツ、ヨーグルト、サラダ、カプチーノ、グレープフルーツジュース。ではいただきます。ではいただきます。あんまり酸っぱくなくて美味しい。なんだか音楽と雰囲気が普通のホテルにはない感じですよね。うん、わ、これ美味しい。エビとか甲殻類の出汁がしっかり出たさっぱりラクサソースみたいな感じ。うん、これ美味しい。美味しかった。ではごちそうさまでした。ではチェックアウト完了しました。ということで今回の動画はこのあたりで終わろうと思います。
今回はインターコンチネンタルシンガポールロバートソンキーに宿泊をしたんですが、マリーナ側にあるインターコンチネンタルよりも約1万円ほど安く泊まれますし、人も少なかったですし、ラウンジもありましたし、シンガポールをゆったり楽しみたい方にすごくおすすめだなと思いました。もしシンガポール来られる方はぜひ泊まってみてください。では今回の動画はこの辺りで終わろうと思います。この動画が少しでも役に立ったよという方はぜひいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。では最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。